ちは MTS 塾上50歳の村田美久です。今日の自撮りムービーはですね、かなりお話しする内容が重いっていうわけじゃなくて、私の胸の内が重い状態で、撮影しております。日付はですね、2017年9月5日です。火曜日です。おそらくですね、49歳の後半、半ば後半から、前回の、YouTube ムービーまで、再三ですね、映像の中で、使っている言葉があるんですね。まあ、それが私の、本来の本業は、個人様向けの、野外集中映画のアダルトビデオ撮影モデル業なんですけれども、それで食べていけないので生活を補う形で、心理、アドバイスプロファイラー、ということでお仕事をさせていただいたんですけれども、もう休止ということで突然亡くなってしまう、突然死んでしまう、その休止ですね。で、もうその肩書きというかその役割がですね、果たせなくなりました。ツイッターやフェイスブックで、全貌はお伝えすることはさすがにできないので、ニュアンスだけ、お伝えさせていただいていると思うんですけれども、ただなんであれ、多くのクライアントさんとの約束が、最後まで、果たせなかったことに関して、本当に目が痛いと思います。この映像をお借りしてということ自体はどうかと思うんですけれども、ただもう伝える手段がこれしかないんですね。ですので、このムービーをお借りしてお詫びしたいなというふうに思っています。ごめんなさい、最後の最後まで、寄り添って二人三脚で歩んでいきます。サポートしていきます。後ろ盾になります。ということで、お約束をしていたにもかかわらず果たせなかったこと、本当に申し訳ございません。私自体の、今後に関しては、全くの今白紙です。社会的に言えば無職、という状況で、生活的な収入も途絶えている状況が常に
2、3日前から始まりました。ただそのことはここでは語ることではないので、今日、このムービーでお伝えしたいことは、ごめんなさい、何人何十人といらっしゃるんですよ。少なくとも遡って、今年の始まりから、半年以上、その会社、そのセクションで、そしてその役割を持って、多くの、ユーザーさんから信頼といただいて、業績的にも時には実質業績何十人といるアドバイザー先生と言われる肩書きを持つ皆さんの中でナンバーワンの実績を上げることもできて、半年間ベスト3、上位トップ3から陥落したことはないですね。それだけ多くの方々から当てにされている、頼られているという立場であったにもかかわらず、本当にその点に関しては胸が痛いです。こらえ我慢して行くことがもしかしたら本来私が取るべき答えだったかもしれません。でもその答えを選択できませんでした。本当に申し訳ございません。YouTube でお詫びをするということ自体本来の形ではないということは本当によく分かってはいることなんですけれども、もう伝える手段これしか私には今なくて、本当に本当に申し訳ございません。願わくばどうか途中までという形にはなってしまいましたけれども、プロファイラーの、村田理香が、お届けしているそれぞれの問題を突破するそのアドバイス、そこを生かしてなんとか乗り越えてください。お願いいたします。はい、ということで本日諦めないで。ブラタリカでした。